プロ野球各球団の歴代最高助っ人は誰だ。あなたの好きな助っ人はコメントにお願いします。阪神バース以外ありえないでしょ。なんなら歴代最高助っ人じゃね。投手はメッセンジャーだろうな。あれはもうエースだったし、バースはえぐい。今の投手が有利な時代だったらどれくらい打つだろうね。広島ジョンソンはやっぱり一番しっくりくるな。ジョンソンはすごかったな。野手はエルドレッドか。横浜ローズ、プロスピアって知ったけど高ステータスすぎるよな。最強セカンドよ。巨人クロマティ、ワイは知らんけどなんかすごいって聞くわ。投手はマシソンか。ラミレスって巨人じゃないよな。ヤクルトか。クロマティだな。ヤクルト。イムちゃんよ。イムちゃん4のあの投げ方本当に大好き。イチローが打った時のすがすがしさは忘れられない。ペタジーニも良かったけどね。野手はラミレスかペタかな。あれは中日ウッズ、パウエル。ウッズは本当にヤバかったな。その次のブランコも半端ない怪力の持ち主だったけど、昔の助っ人ってやっぱり能力高すぎだろ。ルナも打率が4割の時もあったし結構覚えてるわ。オリックスローズ、これで決まりだろっか。ローズと書いても今のように強くなかったからな。ブーマーはローズはすごい怖かった記憶がある。ロッテマーティン、ロッテにインパクトある助っ人が思い浮かばない。ポランコだろ。今と昔じゃ成績だけで比較はできんからむずいよな。オスナソフトバンク、サファテしか勝たん。サファテは最強を抑え絶望感しかなかったわ。オスナもえぐいけどチーム状況が悪い。みんな覚えてないけどホールトーンは地味ながらタイトル取ってるで。楽天ビッグとか案内ないな。ウィーラーじゃね。マギー西武、カブレラで決定。これはもう永久にカブレラだろ。あんな怪物二度と現れねえわ。日ハムレアードか。セギノールとかスレッジもすごかったけどね。7番にレアードいてくれて最高に助かったわ。今の助っ人も昔みたいにワクワクさせてくれる助っ人がいいんだけどな。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。